サバラガムワ州は、スリランカの中央三神役南西側に位置する州。スリランカの多数民族集団である、シンハラ人の居住地域のウダラタとパーハタラタの中間部にあたり、文化も双方が混交している。旧王国の終焉部にあたると同時に沿岸部からも、比較的距離があり、西洋の植民地化の影響は、イギリス統治以前は、さほど大きくなかった。 サバラガムは州は、スリランカの中央三神役南西側の内陸部に位置しており、西でコロンボ首都圏を要する西部州、北で北西部州、北東で中部州、南東でウバ州、南で南部州と接する。地勢は変化に富み、海抜100メートルから2000メートルに至る高度差がある。州都はラトゥナプラで、 海岸沿いのコロンボから約1 0 0トルの位置にある。中央高地の山々が連なっているために、南西側にあたるサバラガムワは、南西モンスーンのヤラキのうち5月から7月、北東モンスーンのマハキのうち9から10月の年2度、大量の雨が降る。降雨に恵まれ、制行の期間の米は2期作が基本で、換金作物として、野菜を作る。 植民地時代に導入されたチャトゴムのプランテーションは現在も継続しており現金収入になっている。ただし、サエンで働くのは19世紀半ばにイギリスが南インドから連れてきた人々でインドタミルと呼ばれてシンハラ人や北東部に住むスリランカタミルとは別の民族集団を形成している。紅茶は現在も大きな産業である。 中心となるラトゥナプラは、宝石の町の意味で、田畑から宝石の原石が産出するので、一攫千金を狙う人々がたくさん入り込んで、露天掘りを行っている。王国時代は、地主貴族のラダラが広大な土地を持つ地主として、君臨していた。王国の消滅後の変革や、独立後の土地改革によって、土地は細分化されたが、現在でも、旧地主は、 因縁たる勢力を持つ。世界初の女性首相となったシリマボ・バンダラナイケの実家は貴族の血筋のサバラガムワの大地主、ラトワッタ家であり、政治運動では国民統一党の地盤である。サバラガムワ州は二つの県から構成される。スリーパーダ・ラトゥナプラ北方にそびえるスリーパーダさんは、頂上に聖なる足跡があるとされる聖地で、仏教とは、 仏だ。イスラーム教徒は、人類始祖のアダム、ヒンドゥー教徒は、シ芝神、キリスト教徒は、聖トーマスの残したものだと主張し、宗教を超えて、人々の信仰を集めている、山岳信仰の山である。特に、3月の満月の日は、山麓から山頂まで、手術なぎになるほどの巡礼が参拝に訪れる。英語では、アダムスピークと呼ばれ、マルコポーロの、 東方圏文録やイブンバットゥータの三大陸周遊記にも記録されている。山の別名はスマナクータといい、山の神のサマンがいるとして崇められている。もともとは先住民のベッタ人の聖地であった可能性も高い。襲名のサバラは狩猟民、ガムアは地域の意味で森で狩猟を営む人々が居住していたことに由来し、 狩猟最終民のべった人が多く住んでいたというが、現在ではほぼ姿を消している。ありがとうございます。